じゃあリベンジ行くぞ。ここスキップしようかな。どっちから来る？7、6、5、4、3、2、1。よっしゃ。ノーマルアロ拾っとこう。よし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 、看護婦さん帰りますよ。よっしゃー、ああなんとか。よかったよかった。お、トロフィーゲット、嬉しい。ミランダ。そうだ。気を失う前、いつそれだけでも信じられないのに、次の瞬間には。ああ、ワームホールで。もう自分で言っててバカらしくなってきた。いや。あんたが体験したことは現実だ。本当のことだ。同じものを俺も見た。そして、あ、ここディーテだそうだ。地獄。簡単に説明すると、未知の寄生体によって滅んだ別次元の世界ということらしい。待って、未知の寄生体。その通り。ここで姿が変わって。私を襲ってきたドクターも。そういうことだ。俺たちは寄生された人間をワンダラ。ゾンビ君。治療する方法はないの？ないそうだ。ああなってしまったら、まだ頭がないもんな。殺すしかない。たとえかつての仲間でも。悲しいね。本当にそれは間違い。それができたなら。この世界は滅んでない。違うか？その通りだ。この世界に十分な医療の技術がなかっただけかもしれない。それに生きる屍だなんて。なかなか凄まじいこと言うな。いいか、あんたの甘い考えは死者への冒涜だ。理想を振りかざすだけじゃここでは生きられない。リーブの言うこともごもっともだ。なければ黙って俺たちに従え。従え。なければ服を脱いで。何？あなた怪我をしてるんでしょ。呼吸がおかしいもの。診察。何躊躇してるの？クルー管理が可能になりました。ファーミング、なんだそりゃ。そろそろちょっとハンドガンでもいいから銃を作りたいな。銃が欲しい。人的資源を有効に活用するためクルーを班に割り当てましょう。こちらでクルーの割り当てを行ってください。やったぜ。
お、ミランダがいる。クルー管理。クルーを班に割り当てることによってベースキャンプの運営がより強固なものとなります。状況に応じて適切な割り当てを行っていきましょう。ミランダはリーブは、じゃあここか。え、ミランダはここやろ。キャプテン、一点報告があります。何？先ほど彼女を救出した地点の周辺を検索したところ、新たなメモリーボードの反応を検知しました。発見した情報を、あ、要治療なのか。確認してください。ミランダは拠点開発班でいいのか。あれ、リーブはここやろ。あれ、これダメやろ。あれ、拠点開発班しか選べんのか。なんかよくわからんな、正直。クラフトできないのか。銃できんかな。ハンドガンできんか。バネも鉄もギアも足りねえよ。修理しよう。とりあえず、あ、ここはなんだ。医療ができるのか。お、テーピングキット。3個でいいか。15個も持ってたら。で、次は、ああ、さっきのところに近いってことか。じゃあマーク、あ、トランスポートできるような、そうかそうかそうか。それだったらまだマシだな。よし、じゃあ今回はここで一度終わりたいと思います。まあ挫折したけど、なんとかミランダさんを助けることができて本当に良かった。あれ、これ以上は増えんのか。あ、もしかして感染してる。あ、なんかなってるな。抗菌剤ない。あ、感染してるんか。作れるかな。絶対作れんと思うな。抗生物質あるわけねえ。
うわゲロった。まあでもしょうがないな。よし、じゃあ今回はここで終わりたいと思います。ありがとうございました。